家に出てきた。今気温がねマイナス10ぐらいだけど体感が14らしい。そして今スキー場はマイナス15度みたいで、もうほんとスキー場には行かないのがもう普通みたいになってきた。全然行ってない。まあでも青空でいい感じで、今日はちょっとご飯食べる前にちょっと用事を、今まで後回しにした用事を全部やろうと思って出てきた。銀行行ったり郵便局行ったり家賃払いに行ったりとか、そういうこと。何歌ってんの？どうしたの？何やけになってんの？寒いからさ。いつも飲んでるサプリの鉄分のサプリ買って、で今からまた郵便局とかに向かう。何？あ、フリースタッフだった。あ、これ違うな、この入れ物がじゃない、中身が。すごい探せばいいのがある時もある。ん？ん？うん、聞いてみる。こう来てるみたい。うん、いいじゃん。うん、中がだけでもちょうどちょうど。うんうん。フミンゴで買うことにした。1個5ドル、1枚5ドルじゃなくて4ドルだった。12ドル。天気はいいんだけどね。ただいま、今からご飯の準備して食べる。昨日買ってきたバーベキューポークと野菜とか炒めて、どれぐらいの量かな、これ今日食べちゃうかな全部。頑張れ。頑張んなくてもいいでしょ。まあでも食べちゃおうかな。そうね。ここ味噌汁、あ、味噌汁も温めた。まあまだ食べる準備できてないからいいけど。カーテン見えない。ちょっと待ってよ、 今見ること不可能。立って。そう、それね、これ全部やるんだよね。それ何グラムだよ。カーテンってこうだよ。違うでしょ、それ。ここ300。あ、じゃあ全部でいいね。うん。
あ、これ一回リンスしなきゃいけない。リンスビフォーユージングだ。洗う？でもそれ終わってからね。買いたい買いたいと思ったけどさ、パンとかいつもいろんなもの買いすぎるからさ、買えなかった。でも多分麺が大して温まってない感じもする。あ、このチリオイルもあれだね、終わるね、そろそろ。これ美味しいよね。日本でいう食べるラー油ってこんな感じかな、多分。そうだよね、オニオンとかさ、味付けのガーリック、あ、ガーリックとか入ってる。麺も食べれるかも、と思ったけど今すごいそこから出てきた。パクチー入れてるから、ね、匂いまで中華の。
台湾に来てる感じ、うん、本当。でも味噌汁みたいな、この豚肉の味付けがすごい中華の感じ、うんうん、美味しい。でも甘い感じの、うん、ダックも売ってない、ダック、うん、ちょうどヒロコの前にいたらすごかったから、そう、うん、うん、美味しいね、うん、みんなおかわりよ、全部使っちゃうね、そう、使っちゃうんだ、買ってくればよかったね、ちょっとお腹いっぱいだったけど落ち着いたし、ちょっとパンがどんな味なのか知りたくて、これデニッシュパンだってめっちゃうまそう、このソーラあって、しかもこれ切れてないから日本みたいに分厚い食パンも食べれるってことで、まあちょっと今日は分厚いのは無理としても、どんな感じなんだろうな、あでも外だけかこのデニッシュっぽいの、中は別に普通の感じかな、いやでもすごいバターのいい匂いする、めっちゃうまそう、パン自体がめっちゃ甘くてめっちゃうまい、アジアのパンって感じ、しかもこれ厚さを自分で決めれるからすごい嬉しい、やっぱでもちょっとデニッシュっぽいのかな、ちょっとなんか層になってる、これめっちゃうまい、クロワッサンの食パンみたいな、次また見かけたらまたこれ買おう、うん、うん、うん。